東条正は日本のジャーナリスト、政治家、衆議院議員。本名は東条正と読む。なお名前は旧字体で東条正と表記されることもある。愛媛県松山市出身。1906年北海道に渡った。室蘭で室蘭タイムスの記者となり、その後の付牛で北見実業新聞の記者を、滝川で北海中央新聞の記者を務めた。 1913年阿網走に移住、1918年阿網走町会議員に当選した。1920年阿網走新聞を創刊するが3年後に廃刊した。1924年には北海道会議員に当選した。1928年の普通選挙による最初の総選挙で旧北海道5区から立憲政友会公認で立候補したが、 落選、1930年の第17回衆議院議員総選挙で初当選し、中央政界に入った。初当選から2年後の第18回衆議院議員総選挙では出馬辞退を辞退したが、1936年の第19回衆議院議員総選挙に当選し、政界に復帰した。その後補欠選挙も含め連続4回当選。大臣秘書官。 帝心三与官を歴任した。1939年の政友会分裂に、際しては、久原ふ之のや鳩山一郎と共に政党派に、所属した。政友会政党派内は、鳩山、三土中蔵、安藤正澄ら鳩山系の議員が多かったが、当場は、岡田忠彦、つくも国里、日田たく西村茂雄、松浦伊兵らと共に、 クハラ系の議員とみなされた。政党解消後は、翼産議員同盟に、所属、1942年の第21回衆議院議員総選挙には、翼産政治体制協議会の推薦候補として、立候補し当選。その後は、翼産政治会、大日本政治会に所属した。戦後は、旧政友会政党派の大半を占める鳩山系の、 議員が決闘に参加した日本自由党にも、大日本政治会を母体としながらも、政友会政党派の議員が、鳩山系、区原系ともにほとんど決闘に参加しなかった日本、新歩党にも参加せず、岡田、つくも、日田、西村、松浦ら旧政友会政党派内の他の区原系の議員と共に、院内会派、無所属クラブの結成に参加した。だが、 戦時中の翌3選挙で推薦候補だったため公職追放され、正解から引退した。ありがとうございます。